皆様こんばんは。キャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、今週も始まりました。こちらの番組はアニメキャラクター辞典キャラペディアがお送りするアニメファンのアニメファンによるアニメファンのための番組です。キャラペディックナイト本編は毎週木曜21時35分よりお送りさせていただきますが、21時からは有料会員限定の番組をお送りしております。毎月第2木曜21時からはキャラペディックナイトマニアックと題しまして、毎回作品など一つのテーマをピックアップしてのトーク番組をお届けいたします。その他の週の放送内容はこちらの放送予定をご覧ください。会員登録していただきますと、今週放送分もタイムシフトでご覧いただくことができますので、ぜひこの機会にチャンネル会員へご登録ください。登録および視聴どうぞよろしくお願いいたします。そして本日の出演者は私、簡単家庭料理研究家でクリエイターな何でも屋なるみなのかと、アニメやゲームに精通しライターや講師もされておりますアニギョッチャー斉藤祐介さん。はい、もうこんばんは、斉藤祐介でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は以上2名でお送りしてまいります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めまして、まずは今週のピックアップから。今週のピックアップは最近の新作からピックアップしてご紹介するコーナーとなります。今週はですね、ニコニコアニメの一挙放送から紹介しておりますけれども、あのドットハックサインとかニャルコさんとかはですね、あの後日にまたあのこの後の話もあるということで別日に、はい、あの気になる方はね、五等分の花嫁はね大人気ですね。改めてね放送もねありますけど、このね一応ある、ね、同じ原作者の方の戦隊大失格もね、アニメが決まりましたね、うん、僕ちょっとだけ読んでみたんですけど、はい、結構僕は好きでしたね、特撮おじさんたちがまた文句言ってる人一部いますけど、まあのね本当にねその、自分が好きなものと、例えばさ、何だろう、なんか明確にじゃあ仮面ライダーというキャラクターがいて、そのキャラクターがやられるみたいな話だったらそれはちょっとムムってなってもいいけど、別にさ架空の戦隊なんだから。そうですね、しかも戦隊によってものが違ったりするし、しかもやって今やってるドンブラとか戦隊の概念をぶっ壊してますからね。本当ですよ。はい、もう自由でいいんじゃないかなとは思いますね。本当にね、そう、自分が好きなものをねすごい大切に思う気持ちで、僕もねすごくわかるんですよね、そういう意味で僕もそういう作品いっぱいありますからね、でもまあそのなんか近いジャンルのも、例えば、今の水星の魔女とかもさっきちょっとね、なのかさんの放送開始前に水星の魔女盛り上がってますねって話もしたんですけど、ね、水星の魔女は水星の魔女でやっぱ面白いんですよ、でこんなのガンダムじゃねえっていう人が見なければいいの。そうですね、あと作品によっては最近はもう魔王が正義で勇者が悪でみたいな作品も増えましたしね。そうですよ、だから僕だって合わない作品は、仕事じゃなかったら見ないもん。いや前もここで言ったけど、サマータイムルーンって僕全部見たんですよ、まあ面白かったですよ、仕事だったんで見たんですけど面白かったですよ。ただ、ね、多分ね1回目のグロ描写があった時点で多分僕は仕事じゃなかったらそこで見るのやめてた、仕事だったからこそドラマを楽しめた、っていう、おかげさまで最後まで見れたんで、ああ面白いお話だったなと思うんだけど、苦手なものは人がどうしても苦手なものがあるからね、そうですね、だから僕もグロはどうしても苦手なんでね、なんで選んで自分の好きなのを見ましょうということで、こんなにいっぱいさ、コンテンツがあるんだからさ、今期なんて僕追い切れてないもん、嬉しい悲鳴ですよ、ブリーチ面白いしさ、異世界おじさん面白いし、スパイファミリー面白いし、うるせえやつら面白いしね、とんでもないっすわ。ちょっと追いかけきれてないっす。いや異世界おじさん面白いね、続きやってほしいよ、ぜひ。そうなってくるとね、自分の好きなのを見るといいんじゃないかな。斉藤さんがギリギリラインはリゼロなの、あリゼロもぶっちアウトだから、僕は雪 のあれですよ、パックが暴走する回みたいなね、スバルが首ジャンパされたと、マジで仕事じゃなかったらあそこで見るのやめてますから。
うわーこれもきついわと思ってたもん、あそこで。あとあのアウトなラインってその時の体調とか気分とかによっても変わりますよね。ありますあります。私あのあこれは多分今の体調だと無理だなってものは貯めてます、うん、ちなみに私はあの今ですね、うん、秋葉メイド戦争を貯めてます。あちょっとどっかで、ま、あのちょっとそろそろ心臓が痛くなってきたので、うん、楽しみだからこそ後でどっかでまとめてみようと思って楽しみにしてます、うんそうね、わかります。僕も、はい、あのそういうの結構ありますよ。仕事でもダメだったっていうか、あの見ましたよもちろんそっから先ね、うん、見ましたけれどもですね、うん、リゾートコロナの話じゃないですか。ボッチザロック面白いですね、うん、そうですね、ボッチザロックは本当安心して見れる、うんうん、そうですね、まあ、そういうのも結構あるんですけど、だからまあ、はい、自分の好きな作品をね見てれば全然いいんじゃないかなと思いますよ、うんうん、あとですね、五等分の花嫁って妻を科学の技術で5人にするのって方がいらっしゃいますけれども、うん、あのなそれはちょっとタイトルからのイメージですかね。ですね。またちょっと全然違う話ですので、ぜひあの本編をチェックしていただければと思います、うん、以上今週のピックアップでした、はい、さてここでご案内です。皆様キャラペティックナイトのチャンネル登録はお済みでしょうか、うん、こちらのチャンネルは画面上のリンクからお気に入り登録が可能となっております、はい、ご登録いただきますと番組開始前に通知が届いたり、うん、番組からの特別なお知らせを受け取ることもできます。番組のご登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そして斉藤さん、21時からは会員限定の番組をお送りしているんですよね。はい、さようでございます。本日キャラペディックナイトマニアックと題しまして、うん、一つの作品を深掘りする放送をお送りいたしました。本日は私の大好きなスターウォーズクローンウォーズ、こちらをですね特集させていただきましてですね、うん、まあまああのうーんなんかストーリーを全部喋ったわけじゃないですけど結構いろいろお話しさせていただきましたので、うん、気になる方はですね会員登録していただきましてですね、うん、ぜひぜひですね、うんまあ、見ていただければなと思っております。ご覧いただくためには会員登録必要となっております。会員登録していただきますと過去の放送もすべてご覧いただくこと可能となっておりますし、もう一個やってますですね、あれですね、あの CVS キャラクターボイススペシャル、こちらもご覧いただくこと可能になります。さらにさらに過去の放送、とにかくね CVS なんかめちゃくちゃ100人以上声優さんやってますから、ご覧いただくことできますので、冬休みへよかったらどうでしょうかと、うん、いう感じでございます。皆様登録呼び視聴どうぞよろしくお願いいたします、うん。さあ、いろんなコメントをいただいておりますね。なのかさん大丈夫だよ、ツインテール詰めたりするだけだからっていう、これは秋葉メイド戦争ですね、うん、そうですね、うん、ツインテールのシーンはふおーって思いながら見てました。あとケーキ5等分からケーキを分けられない子供っていうあのね、うん、本の話してる人もいますけどね、まあ、ありましたね、ありましたね、あれはまあまあって感じな、うん、僕あれですよ、昨日ネットで炎上してたんで、はい、ちょっと乗っかろうと思って、どうだろう、あのひろゆきさんの自動車買いましたよ。まだあのアマゾンでポチっただけなんでまだ来ないんですけど、あのすごいなんだろう、ほんわかしたひろゆきさんのイラストのやつですよね。うん、うん、あのまあまあそのすごいなんかさ、あの、うん、指揮者の方とかさ、サブカル界隈も怒ってる人めちゃくちゃいてさ、うん、でなんだろうな、周囲者のね、周囲者に言いました、小学館の編集の人が、まあ、炎上することは覚悟で、でも小学生が興味を持つひろゆきさんっていうものを題材にして、うん、大切なことを知られればって言ってたけど、ひろゆきに大切なものを知られるものを教わることなんかねえって言ってみんな怒ってるけどさ、まあまあそれはそうですよね。あの民事裁判でね、すごい金額払ってないで、ね、逃げちゃってるわけだから、うん、まあ、またなのって書かれてますけど、まあでも何書いてるかちょっと見たいなと思って、うん、一応変えました、うん、はい、まあ、 あの読まないことには何も言えないですからね。そういうことです、はい、うん、読んだ後にさすがにここでやりませんけど、うん、もしかしたら僕のショールームとか個人配信とかで何か言うかもしれませんけど、うん、ここでは言わないからね、うん、はい、ちなみに斉藤さん、すごい余談なんですけど、うん、ケーキを5等分するっていうので、うん、最近はなかっぱを見てケーキを5等分する方法を思いついたって子供の話が話題になってて、ちょっとツイッターでバズってたんですけども、はなかっぱでなんか髪を等分に折っていくと、その同じ幅の、あの分かれてる部分がいっぱいできるじゃないですか、うん、それをうまくあの、合わせてって五角形を作るんですって、はあはあはあ、それを真ん中に入れて五等分するっていうのを子供がはなかっぱ見て考えたっていうのを、まあ、ちょっと話題になってて、うんうん、アニメから学ぶ子もいるんだなっていうのをね、なんかちょっとほんわかしましたね、うんうん、いや賢いお子さんですね、賢い、うん、ひろゆきは転生ネタとしては見ていたけどけどね、あの転生のやつ結構あれも1話話題になりました。なりましたね、うん、なんだっけ、うん、あの先週も話した気がするけどさ、うん、あれのひろゆき転生の CM がさ小安さんなんだよね、はい、確かね、あ、そうなんですね、そうそうそう、おじさん、うん、おじさんじゃんと、ね、
ちょっとあの、まあ、コーナーに入る前にさ、うん、はい、雑談するけど、あれそれも先週話したっけ、うん、あの異世界あのセガが乗っかってさ、うん、あの異世界おじさんにソニックの新作実況させるっていう動画を上げてて、うんうん、小安さんのそう、うん、あれめっちゃ良かったよね、うん、であのアドリブ多分台本もあるんだろうけど、うん、かなりアドリブチックにやってて、で小安さんがやっぱり小安さんもね昔のゲーム好きだからすごいいい、本当におじさんが、うん、おじさんのチャンネルで異世界おじさんのチャンネルでやってるゲーム実況みたいな感じでめっちゃいいよ、うん、見てない人ぜひぜひ見ていただければと思います。であれなんだよね、それすっごい良かったんだけど、あれで、ね、突っ込まれてたんだよね、マニアの方がね、そうマニアの方が ね、あの小安さんがね、うん、ね、今アナログスティックがあって便利ですね、昔は十字キーでしたからっておじさんの感じで言っちゃったら、異世界おじさんは本当のセガマニアだから十字キーとか言いません、あのセガ のコントローラーは十字キーではなくて方向キーですって書いてる人がいて、うん、まあもちろんもちろんマニアックネタのやつだからその突っ込みはしょうがない、うんですね、まあ、それに関しては編集側でチェックもありますからね。そう、うん、それはもうね、うん、それはね、あのね、小屋さんのアドリブが悪いとかじゃなくてですね、うん、成果が悪い、うん、ですね、成果が悪い、チェックミス、はい、成果が悪いです、うん、しょうがない、その辺も含めて、はい、あくまで小屋さんですよっていうことで、そうです、あとね、それで言うとセガネタで言うと昨日、はい、私の好きな VTuber 大空スパルさんと宝生マリンさんが桜大戦の一作目のゲーム実況やってて、うんうん、およかったわ。いや、うん、あの何、まあ、別になんかお二人のゲーム実況が良かったじゃなくて、改めて見て思ったのは桜大戦やっぱ面白いなっていう、うん、それに尽きるからなんですよね。結構あの最初のやつからぶっ飛んでるなって話題になってましたよね、当時から、うん、いやなんかねすげえなんかね、うん、まああの熱き地方になんでリメイク版なんですけど、うん、なんかねすげえなんかねノスタルジックというか切ない、うん、センチメンタルな気持ちになりましたね、うん、あの桜大戦欲しくて僕セガサタン買ったんで、桜大戦の情報を見てこれは面白くなりそうだなと思って、うん、サタン買った派なんで、はい、まあもちろんもともとセガサターンを買ったきっかけはレイアースなんですけど、うんうん、でもそのセガサターン発売とほぼ同時ぐらいにラインナップで桜大戦の情報が出てて、ヒロイ王子さん、赤堀悟さん、うん、田中康平さん、これやばくねと思って、うん、そうなんですよ、なのでね、うん、なんか実況見ててね感慨深い気持ちになりましたね、いろいろとね、うん、まあよかったらね桜大戦ね、うん、見ていただければもみじ大戦ってなんだちょっと初めて聞きましたね、もみじを拾ってきてなんか大戦するんですか ね、うん、厚木師匠も良いですよと追加イベントも確かあった、うん、厚木師匠やってないかもしれない僕、うん、だろうかなちょっと、まああれはおじさんだけど小安さんでしたよねって聞いてますけどね、うん、そうでも小安さんやっぱりね昔のゲームとかめちゃくちゃ好きだからね、うん、いつだっけな、すげえ大昔に取材したことあるんだよな、もう本当に小安さんがいやデビューしたばっかりってことはないな、なんだろうな、なんかのゲームのインタビューしたんだよ、うん、でも小安さんって本当にもう長い間第一線で活躍なさってるじゃないですか、うん、だからもう思い当たるところがたくさんありそうだなっていう、ある、うん、僕は新人の時だったと思うんだよな、うん、でその何のゲームかちょっと覚えてないんだけど、なんかのゲームのインタビューしてて、でその中で小安さんのなんかそのご本人にも迫るみたいな項目があって、うん、そこで普段小安さんどんなゲームやられるんですか、どういうジャンルのゲームが好きですかって言ったらパチスロって一発で答えたのすっげえ覚えてるそれをすげえ覚えてますけどそう、懐かしいな、はい、それではですね、うん、ランキングのコーナーに行きましょう、まずは行って時間が余ったらまた雑談しましょう、第2木曜はキャラペテで行われた過去のアンケートをもとにトークします。ご覧の皆様はぜひコメント欄からトークに参加してくださいね、うん、さて今回のテーマは最も魅力的なおじいちゃんキャラランキングということで、早速ですねトップ20からを見ていきましょう。出ますかね、出ますか、出ました、出ました、はい、こちらが最も魅力的なおじいちゃんキャラはということで、2016年11月17日から23日までの集計結果を元にした、結果となります。さあ斉藤さんいかがでしょうか。まあこれはね、この時も確か言ったような気がしますけど、皆さんが思うおじいさんキャラっていう投票ですから ね、おじいさんの定義を皆様に任せますということで、まあ、定義によってはあの11位はどうなのかとかいう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、あくまでそのおじいさんキャラっていうので作品内では親しまれているので、まあ、納得の結果ではあるかなというね、うん、そう
そうそうそう。いや、僕はデンジャラス爺さんかな。デンジャラス爺さん無敵だよな。あの、うん、さあもうアニメなんかとっくに終わってるわけだけど、はい、YouTube で今さね、あのパラパラ漫画っぽいアニメやってて、はい、ちゃんと声優当時の声優のままだしさ、うん、そうこれね、ちょっと前にここでも話したと思うけどさ、あの YouTube の予算がみんながあんまり見てくれないからさ、再生数が少なくて予算がなくなったって面白かったよね。だんだん予算なくなってて、ね、絵がしょぼくなんだそうなんだけど、うん、声すらもそう、そうあの小学館の社員の声に変わって、ね、予算がなくなって声優雇えなくなったっつって、じいさん天才、もう本当にさ、もう伝説やね、あのなんだっけ、あのさ真面目なさ、はい、なんかね、あれなんだ、カードゲームの漫画かなんかね、うん、次のページでね、なんかすごいかっこいいこと言っててさ、なんかすげえいい絵があるのに、その見開きの反対側でじいさんがうるせえ黙れってさ、バズーカ打ってるやつ。あれほんと笑ったわ、最近なのに笑ったわ、めちゃくちゃある意味コラボしてるって感じ、天才だよね、あれは本当に天才だと思った、ね、うるせえ黙れ、うん、最高だったな。でああいうネタがやっぱね面白いっすね、じいさんじゃなきゃできないですよね、できない、うん、あとそれを調整してもう一人の漫画家さんにも OK ですよねって許可取った編集も偉い、うん、ですね偉い、うん、そういう並びになるように調整して、そう権利関係もクリアにしてですもんね、本当偉いですよ、うん、ガキを山崎とか読んでるさ、ジェンジャラ爺さんかなり好きでさ、ガキを山崎も面白かったですね、あの山崎一番っていう歌とかね、山ちゃんね、山ちゃんもちゃんとね、うん、あの格好でヘイヘイヘイとか 出ましたからね、うんうん、さあ、あの他にもですね、うん、コメントでジャムおじさん草とかね、おじさんって名前なのにおじいさんおじいちゃんキャラに入ってると、はい、確かにね、ジャムおじさんね、うん、あと孫がいたらじいさんっていう、お孫さんがいなくてもおじいちゃんっていう感じで入ってる方もいらっしゃいますね、大きな博士とか結構若く見えるもんな、うんうん、まあ、ただのやっぱりその髪の色とかでそうだね、うんうん、っていうことなのかもしれませんね、まあ、孫悟空っていうね、ドラゴンボールの悟空もね、うん、確かおじいちゃんですからね、うん、確かに孫がいるって意味ではね、うん、うん、さあそれではトップ10いきましょうか、はい、最も魅力的なおじいちゃんキャラトップ10、はい、こちらがですね2016年11月17日から23日の集計結果をもとにしたランキングでございます、うん、斉藤さんいかがでしょうか、そうですね、だからさ磯野波平なんて若いからね、53とか54とかだったんだから、うん、ですね、でもお孫さんいますからね、うん、うん、そう下手するともう追いつくよ僕は、もう何変に下手するとな、うん、そうです、また時代も違いますからね、いろいろと、そして1位はまるちゃんのおじいちゃんの友蔵さんということで、まあ、ね、まあ、おじいちゃんキャラのイメージ、うん、確かにね友蔵分かりますもんね、うん、あと亀仙人ね、うん、亀仙人もね僕もここでも喋ったかもしれませんけど、うん、あのスーパーのね、あのあれですよ、あの最後のねやつ、うん、あの宇宙のやつで、ね、あの核宇宙戦うやつで、はい、亀仙人倒れた時ちょっと感動したもんな、うん、ちゃんとまあだ別にさ、どうせすごい悪い話だけど、どうせドラゴンボールで生き返るんだけど、うん、だけどそれでも悟空がちょっとなんかね、ちいちゃんって言ってた時ちょっと感動したし、その後ねやられてその席に戻ってきた時、ビルスがね、ビルス様がちゃんとね、あのじいさんじゃなくて無天老師って呼んでましたからね、うん、そうあれとかああいうのとか尊敬の念がみたいな、そう、うん、あれ良かったよね、ですね、やっぱり1、2はあの長い間活躍されているというキャラということもあって、うん、知名度が断然違うというか、ね、もありますよね、うん、で3位に来るティッピーがすごいという、うんうん、波平さんバリバリ現役なんだって、そうだよ現役だよ、だから僕これも前言ったけどさ、うん、駅の痴漢防止のポスターでさ、波平がスマホ見てて痴漢されてませんか、うん、って言ったら声をかけると怖いからっていうやつでね、うん、スマホで文字出してその、はい、あれしようみたいな、そのやつで なんで波平なんだろうからってちょっと分からんですけどね、あれはね、はい、あのそして友蔵さんが出たということで、心のとか、うん、嬉しいのやったぞマルコ1位じゃよ、友蔵心の俳句、ね、素晴らしい、友蔵さんがいらっしゃってますけれども、ですね、アルブオンジも今やなんかすっかり家庭教師のトライのせいでギャラになっちゃったからな。
確かに、ね、うん、むしろなんか排除より放送時間長いんじゃないかってぐらい、ね、いや本当だよ、放送期間がすでにね、すで、うん、ね、にそうなっちゃってますからね、配置自体だってそんなに長くないですもんね、まあ、1年ですからね、うん、だからそういう意味ではハイジのこと知らなくて、うん、トライの CM 出てくるなんか変なおじさんと思ってる子供とかいっぱいいるだろうラップ歌いまくってますしね、そうだよ、うん、で、あの今やってるシリーズだとクイズ、クイズ ね、 ね、全部ですっていうクイズとは何だ、クイズとは何だっていうねですね、だって、うん、あのアルモンジはね 怖いから、はい、町の人に嫌われてて、それもあってね、うん、山に住んでるっていうみたいなね、うん、だからこそハイジのと一緒に住むことで心を溶かしていくというかね、そういう話なのに今やもうすっかりギャグからですよですね、コメントで恩師はイメージ変わってるよなっていう、うん、あとナルトからね3代目も出てますけどね、3代目最強みたいなこと言われてたけど、うん、ちょっとあのいわゆるねあれにね、あのインフルに置いてかれちゃってますけどね、うん、なんかねまだあの、うん、ポルトの方でもまだまだね、うん、あのコノハマルが活躍してますから、コノハマル絡みでね、まあ、江戸転生はしてほしくないけど、うん、コノハマル絡みでなんかそのまたいいあの、ね、3代目のいいエピソードとかも出てくるかもしれないね、またね、うん、もう江戸転生はもういいです正直、ね、はい、なかなか禁じ手っぽい感じの、うん、でしたからね、ね、うん、なんか悲しい別れがあったとああいう形で読めがられちゃうとちょっとやっぱりね、うん、寂しさもあるよね、違う意味で心をえぐってくるというか、そうそうそう、うん、そうなんですよね、はい、まあ、だから地雷や移動転生しないのは本当に、うん、いいと思う、本当にいいと思う、うん、はいですね、はい、コメントでじっちゃんの何かけてとありますけれども、こちらのじっちゃんは、ランクインせずでした ね、いや僕さもう話しとれちゃうけどさ、うん、はいはい、あの今週の土曜日かな、うん、あのあれです、日テレかな、日テレか、日テレでさあのベストヒットアーティストやってってやつね、うん、やってて過去のアーティストの人とかのね、その今までの、うん、まあまあ年末特有の歌番組ですけど、うん、あのキンキキッズメドレーをさ聞きながらさ、いややっぱキンキキッズよかったなと思ってさ、ほらあの近代少年の事件簿の映像とかも出てさ、はい、いやまあちょっとね剛くんがなかなかちょっとその、うん、体調的にもあんまりすごいよくいいってわけじゃない。ベストコンディションではないという感じは。っていうね、うん、っていうのずっとね言われてますし、本人も言ってるからなんだけど、うん、いや近代少年37歳、うん、剛くんでやってほしいよ。ちょっとスペシャルドラマで一瞬それっぽいのありましたよね。そうなんだよ、ぜひねちょっとね、うん、友坂理恵も探してきて、うん、私のね大学の同期ですから友坂理恵も探してきてですね、ぜひやってほしいですね、はい、ということで以上ランキングのコーナーでございました、うん、さあ斉藤さん、まだまだお時間がたっぷりあります。あ、おクリスマスツリーありがとうございます。クリスマスツリーありがとうございます。まあ、それで言うとその、うん、ベストヒットアーティスト、ねうん、ブラックビスケッツ再結成は僕はめっちゃ熱かったですよ、うん、なんかイヤモニつけ忘れたっていう、そう、うん、リビアンがイヤモニをつけ、イヤモニって要はここにこうね、はい、ヘッドセットみたいなつけるんですけど、歌番組とかライブとかでつけるんですよね。そう、で、うん、何がこう流れてるかって、もちろんその、うんね、ディレクターのシーンとかも流れるんですけど、イヤモニってどういうことかっていうと、うん、自分の歌ってるその CD の音源をここに流すんですよ、うん、あの見てた人は分かると思うけど口パクじゃないから、うん、まあ、うん、そのダンスが激しいやつとかだと、まあ、これはもうテレビの秘密、ね、秘密でも何でもないけど、ダンスが激しいやつとかだと、まあ、これしょうがない口パクでやるのね、うん、でもこれ今回のブラックビスケッツさんもちゃんと生歌で、ちゃんと全部生歌だったんですけど、うん、この自分の声を聞きながら歌うとやっぱ安定するんですよ、うん、その歌う本物を聞きながらやるとね、うん、どうしてもライブ会場とかああいうところだと爆音でいろいろ来たりとかするし、そう安定しにくそのつられちゃうんですよね。そうなんですよね、うん、で、しかもさ3人で歌う曲だからさ、うん、男性2人がその低音パートとか歌うわけですよ、うん、その時持ってかれちゃったりするんだよね。そう、あの僕も僕は別に完全に素人ですけど、よくねその、うん、一緒に活動してる篠宮紗友子さんと断崖王とか歌うんですけど、うんうん、僕ハモリパート全部女性パートに持ってかれてますからね、常に男性パート一回もやられてることないですから。なんかバナナマンの番組で、うん、ハモって持ってかれるやつあるじゃないですか、うんうん、石丸幹二さんが持ってかれるやつ、はい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 、あれがまさに起きてるんですよね。そうです、うん、でビビアンがイヤモニ付き合わせれちゃったと、はい、本当はもっとうまく歌えたのにって言ったんですけど、うん、そんな全然気づかないぐらいめちゃくちゃうまかった。しかもあの激しいダンスしながら、うん、すごかったですよ。 でもそれがあったからこそまた歌うみたいな話も出てましたから、やりたいっつってね、また結成したいですって言ってましたけど、うん、僕はもうつい書いてしまいましたけど、なんちゃんのサックスは若干怪しかったですでもそこがなんちゃんのいいとこですから、うんうん、
あとねその冒頭の茶番ね、はい、そのもうなあれあれはなんちゃんでなくてなんちゃんが演じてる七海京介っていうキャラクターなわけですよ、うん、で七海京介はその20年ブラックビスケッツがない間は落ちぶれて木彫りの職人やってたみたいなその茶番コントがあったんですけどなんちゃんの真骨頂はああいうとこなんだよそのヒルナンデスを見て置物置物って言ってる人たちはなんちゃんの真骨頂茶番ですから、うん、なんちゃんがヒルナンデス一人でやってた時期あったじゃないですかはいはい、はい、あの時期なんかもすごかったです。そうです。あとそのさっきそのなんちゃんとうっちゃんが、うん、その今年最初で最後って番組をやってたの冒頭だけ見てきたんですけど、うん、なんかすごいなんちゃん嬉しそうでしたよ、うんうん、なんかああいうのが感情うわーって出した時のなんちゃんも好きです。ねえいいよね、うん、ですね、うんうん、知ってるあれ覚えてる木彫りあの木彫り木彫り面白かったな。あの木彫りも面白かったしそのさあのそれやってる時に僕もツイッターに書いたんですけど、うん、そのまあブラックビスケッツポケツまあちょっと待って年齢がちょっとあの下の方分かんないはずになって申し訳ないけど、うん、そのテレビ番組うっちゃんなんちゃんの番組の中で最初ポケットビスケッツっていうね千秋と、うん、そのうっちゃんとうどうさんでバンド組んで、うん、でまあすごい人気になったんですよそれがね、うん、まあ千秋さん歌うまいからね、うん、大人気になったんですよ。でライバルキャラとしてブラックビスケッツが出てきて、うん、なんちゃんと天野くんとビビアンで出てきてね、うん、でなんかその対決ゲームみたいにやって、うん、で千秋たちが負けてであの発売予定だった CD の原版がまあなんかねガチャン潰されちゃうんでね、うん、あってでそのまあブラックビスケッツが CD を出しましたと。でもポケットビスケッツが CD 出せなかったやつを復活させるためには、うん日本全国から100万人の署名を集めなきゃいけないと、うんうん、そうマスターテープ鉄拳潰れたやつね、うん、でこれ本当にその日本全国津々浦々でいろんな小学校とか、まあ、中学生、うん、小学校中学校中心にその署名がねすごい盛り上がって、うん、で実際にその各局 の, その地方局のニュースとかにもらったりして、うん、すごかったんですよ。社会現象ですよね。社会現象、うん、ちょうどうちの妹とまた LINE もしてたんですけど、うん、うちの妹が中学生であの書いてましたよ署名、うんうん、署名書いてました。で、うん、そのさ今のさ僕らの感覚でさその情報がすごい入ってくる感覚になってると、うんまあ、ちょっとバカらしさがあるわけじゃないですか。そのバカらしいって言っちゃいけないかもしれないけれども、まあ、茶番も茶番じゃないですか、うん、でも当時の小学校中学校の、うんまあ、女の子とか、うん、本当に千秋ちゃんのために、うん、あ100万人集めなきゃって必死にみんな動いてたのね、うん、そのピュアさって良くないと思って、うん、あのまあ、さ今はそれを言ってもしょうがないけど、まあ、ある種いい意味でも悪い意味でもさああいうテレビにさ、まあ、すごい言葉選ばずに言うと騙されてた時代ってそれはそれで幸せだったんじゃないかなって、うん、あの時いや今週のドライブと思いましたね。朝やんとかもね。あそうですそうそうそう、うん、実際に私たちも一緒に作り上げていくみたいな感じのう、うん、雰囲気でしたもん、ね、今だからこそさ、うん、その有吉さんとかもバラしまくってるけどさ、うん、僕だってさ電波少年見ててさ有吉さん大丈夫かな、うん、ご飯も食べられてなくて大丈夫かな、うん、有吉さん死んじゃうんじゃないかなってすげえ心配して見てたもん。飛行機使ってましたって言われね大丈夫あでも飛行機使ったに決まってんだろうって有吉さん言ってますけどあの時はめちゃくちゃ心配して真剣に見てたんですよ、うん、でもそれがまあまあね、その今のさそのさっきのひろゆきじゃないけどひろゆき的な視点からするとさ騙されてバカでしょうねみたいな話をしちゃえばそれはそれで済むんだけどああいうなんかピアな時も良かったなって思うよ。そういう形のエンタメができてた時代というかね。やっぱりその時代が移り変わっていろんな動画サイトとかね、そうですね、いろんな人がいろんなものを楽しむ時代になったなっていう。あの頃はテレビがすごく比重大きかったですからね、エンタメの中でも。千秋は今の子はドラミちゃん、うん、ドラミらしいってそうだよね、うん、あと僕らの時はうっちゃんなんちゃん出てる時に、うん、もうすでにあれですよ、のんたんのんたんと一緒のんたんやってましたから ね、うん、これもいつも言うけどあれですよ、笑っていいと思うに千秋さんがレギュラーだった時にね、うん、桜大戦歌謡賞の告知で、うん、横山ちささんが、うん、桜の衣装で出てきたんで、まあ、笑っていいとも告知コーナーあるから、ね、一瞬だけ出てくるんですよね、うん、最後エンディングの時とかにね、うん、で桜の衣装で出てきてで告知しようとしてるのに千秋さんが、うん、横山ちささんのんたんにうさぎさん役で出てるからね、のんたんの声でうさぎさんうさぎさんみたいな声かけてすげえ邪魔っていうで本当に横山ちささんも迷惑そうな顔をしてたのがすげえ好きそういうところで、ね、千秋さんはすごいよ。
うん、ね、今年も年末見れないけどさ、笑ってはいけないでもね、うん、離婚したばっかりの時にさ、江戸時代のやつでさお兄ちゃん、そう、遠藤さんのお父さんとお母さんと出てきてで浮気の詳細を語るっていう、お父さんとお母さんの前で、あいつ最高だったよな。そうですね、川口浩史探検隊もそうだよね、うん、カモン達郎が歌ってますけど、うん、ね、ついに我々は人類未踏の地に足を踏み込むだろうって言って先にカメラマンも降りて上から撮って下から撮ってるからねいいんです、そういうのは、それはそれで楽しめなきゃいけないのよ、うん、そうね。まあでもそのなんだろう、今の人たちがそういうようなピアスを失ってるとか、うん、そういう話じゃないんですよ、うん、やっぱりワールドカップってなったら日本中がわーっと盛り上がったりとか、そうですよ、うん、瞬間的になんかそのみんなでなんか一つのエンタメを楽しんでる瞬間があるなっていうのは、うんうん、時々感じますね年末の笑って、うん、では遠藤安藤千秋さんでどんだけ笑ったか本当だよな、めちゃくちゃ面白かったもんな、ね、あとはなんだかんだ言って浜ちゃんの嫁出てくるやつも面白いよねそう、なんとかズルできんのか大泉洋の父ありましたねそう面白い。でもな、まあなんかそういうなんかバラエティのだからなんかね、共通言語がやっぱ減っているのはちょっとその感じがするよね、うん、うっちゃんなんちゃんの番組とかね、うん、最高視聴率 28% とかってね、うん、確かブラックビスケッツの復活やってましたけど、うん、28% とかで考えると、うん、それはさ、まあ、老人とか見る番組じゃないじゃないですか、うん、そう考えるとうちの妹が中学生の時とかやってて、うん、妹からも LINE 来て、ね、お前売りなり好きだったよなって言ったら、お前も好きだっただろうって返してそれで話してたんだけど、うん、28% とかっていうことはですよ、うん、その当時で言うと小中学生とかほとんど見てるんですよ、要は、うん、うっちゃんなんちゃんの頃になってると家に2台3台テレビある時代になってるから、うん、そう考えると本当にね、ほぼ 100% と言ってもいいぐらいなんですよ、うん、だからもう学校行ったら昨日のっちゃんなんちゃんどうだったみたいな話になっているわけね、うん、それも共通言、まあすごいよ、うん、まあそう、それもっと昔で言うとこれですよね、うん、そのひょうきん族とかだと思うんだけど、うんうん、その共通言語すごいなと思ってて、今子供たちの間ではある程度の共通言語は、まあ、そういう意味ではひろゆきも共通言語なのかもしれない、うん、よくあとですね、うん、その知り合いのいろんなところで、まあお子さん、小さいお子さんがいらっしゃるお母さんとかお父さんと話すことが多いんですけど、うん、小さい子はやっぱりプリキュア好きとかいう方とか、はいはいはい、多いみたいです ね、 そうですね、毎年プリキュアの度におもちゃを買うのが大変とか、うん、クリスマスケーキプリキュアにするんだとかね、女の子だったら、うん、で男の子だったらまたちょっと違う作品だったりとかして、大の大冒険むちゃくちゃ流行ったとか、ね、そう去年とか聞きましたね。幼年層とか小学校低学年とかとまだそれがあるんですよ。そうなんですよ。だけどこれがだんだん大きくなるとね、そう小学校、うん、中学年超えて高学年とかになってくると、はい、それぞれ YouTube 見てて、うん、ゲーム好きな子はなんかそのゲーム実況の、ね、有名人とか見たりとか、うん、でなんかちょっとやんちゃな子とかはさ、ヒカルとか見始めちゃってさ、うん、別にいいんだよ別に見たってね、ヒカルさんとか見たりとか、ね、今だとそのポケモンのちょうどスカーレットバイオレット発売したじゃないですか、うんうん、あれがないと話についていけないから毎年のクリスマスプレゼントで買ってくださいとか、そういう子がたくさんいるとか聞きましたね、まあ、ゲームはまだそういう意味ではね、その共通言語化みたいな、うん、フォートナイトとか一時期そうだったから、はい、うん、ただやっぱりさね、本当にね、まあ、多様性だから別にいいんですけど、うん、ちょっと一抹の寂しさもありますよね、うん、その例えば中学生とかになるとかなり多様になってくるんですよ、はい、これがね、うん、中学生で VTuber 好きでなんか、ね、僕らがなんか中学生の頃とかって萌えキャラとか好きっていうのがちょっと恥ずかしさみたいなのもあって、うん、格ゲーで女キャラ使ってるとやべえやつみたいな空気があったけど、うん、今そんなもなく、うん、もう中学生でその VTuber 好きですみたいな、うん、男の子とかでね、うん、VTuber 好きですみたいな人もいたりするし、うん、まあその一方でそのひろゆきとか好きだっていう人もいるだろうしさ、うん、いろいろその多様性があるのはいいけど、ちょっと共通言語が減ってるのはね、うん、難しい。学校でね、授業やるときだと特に難しくなってきてるなと思ってて、うん、まあまあライトノベルのね、授業とかやるときだと、うん、まあ本当に10年20年ぐらい前は春日で大体いけたんですよ、うん、で本当にちょっと前ぐらいまでソードアートオンラインまだいけたんだけど、うん、今ソードアートオンラインも見てない、うん、
じゃないですっていうね、割と最近聞くのはテンスラ見てるっていう子供が割と多いなと思いました、まあねうん、かなりテンスラは聞く限りでは共通言語になりやすいって、うんまあ、そこがね本当にギリってとこですね、うん、昔と違うところかな、うん、別になんか悪いとかいいとかそういう話じゃないです繰り返しますけどね、うん、時代が変わったなっていう、 そう、うんまあ、YouTube でいろんなチャンネルがあるしさ、うん、そのコンテンツ数が半端ないわけじゃないですか、はいうん、その僕は分かんないけどそのスカイピースがいいとかさコムドットがいいとかさ、うん、東海オンエアがいいとかそういう人もいるわけじゃないですか、うん、そのなんかねそのおに面白いお兄さんたちが好きみたいな人もいるからさ、うん、まあだから難しいよね。だからその僕らの世代で友達同士でも YouTube 好きっていうねその地元の友達とかと話してて YouTube 好きってなった時も、はい、見てるやっぱチャンネルがだいぶ違うからね、うん、VTuber はそういう意味ではあの大人オタクでねあの YouTube 好きな人で、まあ、ある程度のコミュニティの中で使えるその会話のツールなんだけど、うん、僕が今 YouTube で一番見てるのゆっくり不動産まず間取りのやつね、はい、あと京都はんなりなんとかチャンネルっていうあの、うん京都 の, あの昔の車をレストアしてる斎藤翔海さんっていうね、うん、あの おじさまもうおじいさんかな、うん、ダンディーなねその人のやつがすごい好きなのね、うん、とかでも こんなん見てる人まあすごいちゃんあの車界隈でめちゃくちゃ有名なチャンネルだけどでも車興味ない人全く見てないからそうです、ね、共通言語になりづらいのよ、うん、さあコメントもたくさんいただいております、うん、昔はクラスの男子全員遊戯を持ってたなとか昔はお邪魔女見てるって言えなかったな中学生の男子とかだとね、うん、なかなかね中学生の頃にアニメの鑑定ケースとか下敷きとかノートとか使ってたとかうん、うんうんまあ、あの私はそこだったよみたいな感じのコメントをたくさんいただいております、うん、あと昭和は力道山が共通言語だったらしいですしそうだね、うん、でもだから力道山の後で言ってもさ僕はさすがにもう世代じゃないけれども、うん、初代タイガーマスクとかやっぱりもう子供たちはやっぱりみんなね、うん、見てたっていうしね、うん、僕はその後ぐらいなんでプロレスで言うとちょっとねもう暗黒期に入っちゃってるんですけど、うんそれでもね、うん、なんか毎日ちゃん見た、毎日ちゃん見たかったけど男だから見れなかったって聞きますね。まあセーラームーン、だから1990年代も前半ぐらいとかはね、ね、はい、90年代中盤ぐらいまでだから、ね、やっぱネットですよ。ね、あの全悪い意味じゃなくてねネットが出ることによって個人の発信ができるようになって、うん、個人の人がそのインフルエンサー化していってね、うん、でその人の動画を見てますその人が好きだっていう人が増えてきてるからね、うん、特に最近顕著ですよね2000年代過ぎて2010年ぐらいにはもうだいぶ、うん、だ僕ぶっちゃけそのいわゆるさそのお兄さん系のさその面白系の YouTuber って一切興味ないから、うん、今言葉でスカイピースとかコムドットとか東海オンエア出したけど、うん、一切見てないもんうん、だからその VTuber がそのヤミーとかネタにしてるからスカイピース知ってるだけであって、うんうん、そうじゃなかったら多分一切スカイピースとか見ない、まあ、見たこと僕も未だにないし別にね、うん、だからそのすごいチャンネル登録者数大人気ヒカキンはさすがに見てますけど、うん、チャンネル登録者大人気だし初め社長だって僕そんな詳しくないもんそういう意味ではね、うんまあ、そういう意味で言うとうんいろんなねその多様化が生まれてきて個人個人が楽しめる時代になったけど同じものを好きな人を探すのも結構大変な部分が、うん、ツイッターとかあるけどツイッターってやっぱ深くつながれないからね。そうですね。でそれがまたいいともされてるじゃないですか、うんうん、一昔前だとやっぱミクシーだったわけだけど、うん、ミクシーってちょっと深さを求めるコミュニティもともと招待制だったし、うん、あとなくなっちゃったけど足跡機能でなんか足跡踏んだらね挨拶しなきゃいけない足跡機能がついてから私使いづらくなっちゃってあやっぱそうなんだ、はい、僕は足跡機能好きだったからなくなった時に結構つら、うん、なんか寂しい思いをしたんですよね、うんうん、だからまあそのなかなかねそのどういうような形で SNS っていうのを運用されるのか、うん、今だってついに LINE すらめんどくさいって言われてるからねそう難しいですよね、うん、でも、うん、そんな中でどういうようなコミュニティを形成していくのかとか、うん、この先面白いかなと思ってるし、うん、まあライトノベルでもずっと言われてますしイラスト界隈でもずっと言われてますけど、うんまあ、いわゆる YouTuber 化していく、まあ、投げ銭化していくっていうのは、うん、本当にこれからの時代なんだろうな紙の本がやっぱ厳しいんですよ、うん、でもその個人のその人の作品を読みたいから、うん、つって、まあ、あのスパチャを投げるような感覚で、うん、ライトムル作家の人にその、まあ、今、うん、なかなかうまくいってないけどノベルピアとかね、はい、そうですよねその投げ銭投げられるタイプの格山なんかもそっちにもだいぶ移行してますよ ね, そ う, ですよね、うん、だからそういう時代にはやっぱなっていくとは思うんですけどあとクラウドファンディングとか、ね、あの邪神ちゃんすごいですよねクラウドファンディングのすごい、うん、だからそういうのうまく立ち回れたりする人っていうのもまた
だからそこも、ね、大事なんですよね。あ、スーツさん見てるんですよ。僕はスーツさん好きですよ。と YouTube から発信した感じだと、ヒューマンバグ大学とか、はいはい、面白い形でアニメ化しましたね。テレビアニメ化、うん、まあだからそれのパターンで言うとね、いわゆるあれもそうですよね。プロットさんとかもまさにそうですよね、うん、まあ、ここでも何回か話しますけど、抵抗ペンギンとか、うん、はい、今月のカレーコレとかね、コロコロの編集の人に聞いたら、うん、コロコロで今ほぼ人気ナンバーワンブラックチャンネルって言われてますからね。もともと YouTube 初のやつが、うん、まあ、コミカライズじゃないですけど、コロコロでそういう形になってブラックチャンネルすごい人気らしいですから、うんうん、だからなかなかね、そのツールもそうですよね。コメントでも LINE は、ね、使ってませんとか、 LINE と TikTok 使ってない、僕もね Instagram も TikTok もやってないです。 LINE はちょっと仕事の関係もあるから使ってますけど、それでもさ、いわゆるそのあれですよね、なんだろう、まあ、生活に支障はないわけですよ、うん、僕の知り合いでもさ LINE とか一切しません、ね、なんだったらそのガラケーメインですって人もいるわけだから、うん、ただそうなった時にそのコミュニティを作るのが本当に難しい時代になってきたなっていうのは気がしますね、うん、吉田製作所よく見ますって言ってますけどね、うん、いいんじゃないですかね、うん、僕トラブってる間見てましたお家作るってやつですよね。そうですそれは見てましたけどね、うん、はい、スーツ車ロシア横断の層、これはすごかったね、うん、だこういうさ、そのスーツさんがね、ロシア鉄道であるとか、シベリア鉄道でロシアを横断するとかね、うん、こういうのがだから昔の要は電波少年とかを僕らが見てた感覚の部分とかにつながってて、それをプロの人じゃなくて、うん、まあまあ、スーツさんとかもね、今 YouTube を自分 の YouTube で配信する個人会社を作ってますけど、うん、でも、まあ、いわゆる素人の人がこういうのを企画してやるっていうところに、うん、よりリアリティが出てきて面白さが出てるのかもしれないですね。だからテレビがその演出の部分で、演出型になって負けてる部分も正直あるよね、うん、あとその個人でコンテンツを作りやすい時代になったじゃないですか、うん、動画の制作ツールなんかも割と安く入手できたりとか、はい、うん、あとそれと絵を描きやすくなったりとか、文章を書いて発表する場、例えばその小説以外とかも、うん、ノートとかね、うん、ああいうのもすぐになんかバズりやすかったりとかしますし、うん、いやこれ一応拾ってきます。斉藤さん、邪神ちゃんの輪切りダメなのかな。ダメですダメ、僕邪神ちゃん結構きついです。まあ、あと、まあ、その、やれることとか、うん、なんだろうな、その、多様性じゃないけど、その視点が変わることによって、いろんな考え方ができるっていうのは一つのツールかもね。そうですね。その、例えばさ、だから、まあね、僕は、その、知り合いのクリエイターから、うん、まあ、僕は結構ここでも知ってるし、冗談で岡田敏夫さんに毎月500円払ってる話をするわけだけど、すごい怒る人もいんのよ。うん、未払いにね、過去にガイナックスから未払いになったことあるから、もう許せねえ、500円払うんじゃねえっていう人もいるんだけど、まあ、僕は別に信者じゃないですから、ガンダム構造好きなんで見たいんでね、500円払ってるんですけど、うん、共通言語がなくなったから本当に多様化してますよね、うん、そのさっきのさ、ひろゆきの児童書もさ、コメントでもやっぱり、ね、ひろゆき良くないよねっていう人もいると思うんですよね。僕もそのもちろんその全肯定してるわけじゃないですけど、その多様化の一つではやっぱあるだろうし、中田の敦彦さんなんてね、僕エレキチ解説の動画とかやっぱなんだかんだって結構好きですよ。もちろん間違ってるところもあるけど結構好きですし、なんだろうな、何を自分で誰だあれだ、もうひろゆきのあの言葉になっちゃうわ、嘘を嘘と見抜けない人はみたいな言葉になっちゃうけど、その自分の判断力込みで情報がいっぱいあるから、その情報をどう受け取るかっていうのも部分あると思うんですよ。例えばそのなんか、ま、真面目、今日真面目な話してるけど、その生活するみたいなことで考えてもさ、まあ、ホリエモンがさ、そのツイッターでね、なんだっけな、なんだっけ、勤続10年だか働いて、うん、手取り14万日本終わってるって書いた人がいて、その人に対して終わってるのはお前だよってホリエモン書いてすごい炎上したわけだけど、うん、その後ホリエモンがフォロー動画出してて、はい、であれはまあツイッターだから言い方したけど、うん、つまりどういうことかっていうと、その働き何をしたらもうちょっとそのお金を儲けられるのか、でそれは別にその株とか FX とかそういうことではなくて、うん、その時ホリエモンが言ってたのは、例えば動画編集に関して言うと、うん、まあ、それもう5年ぐらい前だから今と状況が違うけど、うん、5年ぐらい前だったらそのプレミア、アドビのプレミアなんか、うん、その1ヶ月ぐらいあれば覚えられて、まあ、確かにそうだと思いますよ、うん、僕も学校の授業で教えてますけど、1ヶ月ぐらいで学生みんな上手くなるし、うん、ファミ通とかで実際にその動画編集の仕事をもらってる人もいますよ、うん、で、じゃあそれで覚えたからどうやって仕事を取るんですか、うん、でその時にも堀江も言ってました。例えばココナラとかに、ね、うん、動画編集します、何でもね、その結婚式の動画でも何でも編集しますってやっとくと、うん、結構まあ依頼があると、うん、で、堀江も実際に発注したらしいんですけど、うん、その
マラソンやってて、それをなんか回してたんですね、はい、このカメラつけてね、うん、でそれがもうだからマラソンやってるから1時間ぐらい回してるわけで、うん、2時間か3 2、3時間回してる、うん、それをその10分の動画にしてくださいっつって、うん、それを投げたら4万でやってくれたっつって、うん、でその人は大体3日ぐらいやってくれたと、うん、ってことで3日で4万稼げるんだから、それができるんだったら14万稼ぐんだったら、うん、3×4 で12か、5×5×20 でしょ、うん、その15日働けば稼げるわけだから、うん、もうちょっと楽に生きられるじゃんみたいなことを、うん、結構ね、まあ、言ってた。それはでもできる人理論かもしれないけれども、うん、そういうヒントがネット上には転がってるよねっていう話です。うん、動画編集以外にもいろんな道がありますからね。そうそうそう、自分のスキルを切り売りしやすくなったのは事実かなと思います。そう、そういうこと、そういうこと、それもありますよね。うん、僕はさすがに別に普通に生活できてるからやってないけど、ココナラとか見ると、うん、あなたのために、ボーイズドラマ書きますとかね、うんうん、あとそれこそあの1日だけのバイトとかね、そういうのもあったりしますから、自分でっていう、そうよ、そうそうそう、うん、まあ、そのだけじゃなくてね、そうそうそう、選択肢としては、うん、あの、うん、だからまあそのなんだろうな、うん、労力その中でね、その14万の人はこのすごい働いても体も疲れてるって話なんだけど、うん、どういうふうに自分の労力、うん、自分がやりやすいことで、うん、生活するかっていう部分のヒントみたいなやつは探しやすくなったんじゃないかな、うん、その固定化されてたことを考えるとね、うん、そのいやこの仕事をしないともうダメなんだっていう固定化からは外れられるようになったし、うん、あとねこれはまあ日本のなんか真面目に語ってますけど、うん、あの行政が悪い部分かもしれないけれども、うん、その今やってる仕事が外れたとしてもですね、いろんな補助制度いっぱいあるから、そうですね、ただ調べないと分かんないのよ、うん、そう、僕もだって申請しないともらえないものって結構多いですよね。僕も去年、うん、一昨年入院してますけど、うん、あの国民健康保険と高額医療制度を使ったらもうほとんど戻ってきましたよ、うん、ほぼほぼ全額戻ってきますよ、ぶっちゃけ入院費用とか、うん、でもやんないと戻ってこないんですよ、うん、そうですね、で調べないとわからないことなんで、うん、でこういうことが調べやすくなったとか、うん、例えば入院費用って検索かけたらこれすぐ出てくるわけですよ、うんうん、でもそれをそもそも入れないとかね、うん、その分からないと、うん、そういう部分であるよね、うん、という。はい、あのちょっと真面目な話なんですけれども、だいぶちょっとエンタメ系とかアニメから外れてきたので、ね、ちょっと戻しますか。まあもう時間的にもあれですもんね。私ちょっとだけ話したいことがあって、あのさっき共通言語って話があったじゃないですか。うん、この作品は知ってるってみたいな感じの方が少ないっていうので、うん、でそれでちょっとあの前にネットで話題になってて気になったのが、うん、そういうなんかいろんなものを見てる人が減った、同じものを見てる人が減ったっていうのは、うん、要は内輪ネタなんだと。同じものでうちわネタで盛り上がれるっていうやつだから、最近そのエンタメがうちわネタが知らなくても盛り上がれるものが増えてきたねっていう、何かそのパロディとかオマージュだったとしてもその元ネタを知らなくても楽しめるものとか、なんかそういうエンタメが増えたっていう、初見さんが見やすいものっていうことを言ってる人がいて、例えばなんか水星の魔女が今すごく流行ってるじゃないですか、うん、だけどガンダムシリーズだと今までだとガンダムを知らないと見れないみたいな、ガンダムとか、あとそのそうですね、見方が分かってないとちょっと見づらいとか、うん、そういうのが多かったのが、水星の魔女は本当に初見でも見やすい、完全新作ですね、うん、あとまあね、インタビューでも言ってましたもんね、はい、その中学生がサンライズに来た時にガンダム難しそうだから見れないって言われたから、うん、学園ものに作り変えないかみたいなこと言ってましたけど、はい、あとその知ってる人は知ってるなり、うん、その例えば画面の表示とか見て、あ、これあれだよとかいうのを、うん、その知ってるからこそもっと楽しめるみたいな、うん、そうですね、なんか何段階もの楽しみ方ができるうまい作りだと。であと伏線が出たらすぐ回収するじゃないですか、はい、もうだからそれも気持ちいいと、これは大事ですよね、うん、いわゆるナローものとかもそうだけど、うん、ストレスをかけることもゼロじゃないんですよ。なんか仲間が怪我をするとかね、はい、でもストレスをかけたらすぐ解消するっていう作り方っていうのは、うん、でナローの特徴だし、それは僕はいい部分だと思ってますけどね、うん、はい、その多分楽しみ方が人それぞれができる作品なのかなっていうね。あの今コメントで、いや、なのかさん、水星の魔女あれ別の意味で盛り上がってる感じがしていて、なんか違うような感じもしてますけどって方は多分違うコミュニティにいるんですよ、盛り上がり方が。 で私結構いろんなコミュニティを観測してるんですけれども、それぞれのコミュニティで、例えばあのなんかグエルが好きとか、もうキャラ萌えで言ってる人もいれば、うん、あのガンダムがどうだとか、そういうなんかシステムの面で盛り上がってる人もいれば、ストーリーとして考察進めてる人とか、これまでのガンダムとの違いを含めて考察してる人とか、いろんな楽しみ方があるんですよね、うん、若い人ほど、うん、なんだろうな、
いわゆる大規模コミュニティを作ろうとしないし、うん、大規模コミュニティに、はい、属さないっていうのはありますよね、うん、そのオタクっていう言葉が、うん、まあ、そのもっとライトに使われてる部分も含めてですけど、うん、そのなんだろう、我々オタクの敵だとかって言ってる人はやっぱもうね古い人なんですよ、うん、なんかそのもっとその若い人からするともっとオタクってことをライトに使われてるし、コミュニティのだなんとか民とかね、うん、その昔のそのね二ちゃんを敵にしたなとかまないんですよ、それ言ってるのはおじさん僕らだけなんでね。あといわゆるさ何ジェー民とか、うん、最近何ジーできましたけど、はい、何ジー民とか言ってる人って、うん、実はそんなにいないからね、うん、リッパーもそうですよ、それで言ったらね、はい、あと二次創作の関わり方が結構いろいろ変わったなと思ってます、うん、そこはありますね、うん、なんかコミュニティの大きさみたいなところでいうと、うん、そのなんとか民とかって騒いでる人大体もうおじさんですね。もう一番その、うん、あれですよ、特に2チャンネル系双葉チャンネル系は、うん、本当にマジで僕より年寄りの人たちばっかりですからね、うんうん、びっくりしますよ、うん、まあ別にそれは悪いとかいいとかじゃないですよ、繰り返しますけどね、うん、それはそれで一つの楽しみ方ですし、うん、まあいろんな人がいますね、うん、というのがすごく観測しやすくなったというか、わかりますね、うん、ですねムーミン、だからそこなんですよと、うん、何が楽しく見ているかがネットミーム感覚なのかお話なのかとで全然違う、そうそう、あ、それもだからネットミームで見てる人っていうコミュニティがある、うん、あ、水星の魔女ですね、ソシャゲとかもそうですしね、そう、うん、そのネットミームで見てるコミュニティもあるし、はい、ロボットものとして楽しんでるコミュニティも、うん、皆さん補足してないかもしれないけどありますし、うん、でいわゆるストーリーを楽しんでるコミュニティもあるしってすごい幅広いと思いますよ、うん、私それが面白くて土曜日割とツイッター見てますもん、いろんな盛り上がり方があって、うん、あ、そういう見方があるのねとかで、うん、水星の魔女に関してはいろんな人が同時視聴やってるんで、そう同時視聴のやつといろんな人の同時視聴を見ると、うん、かなりコミュニティのそこに来てるコメントのコミュニティでだいぶ違いが分かりますね、うんうん、だから、僕はそのおもちゃ系のね、うん、おもちゃとか玩具系の YouTuber いっぱいフォローしてるんですけど、はい、その辺の人たちがやってる時はやっぱりロボがどうのこうのっていう人が、うん、コメントがいっぱいなんですよ、うん、で VTuber とかでも割とネットミーム系のなんかちょっと茶化すこととか好きな VTuber の、うん、同時視聴を見るとやっぱこのネットミーム的な遊びが始まるわけです、うん、なんかちょっと太ってる子のパワーワードも多いですしね、水星の魔女は、ね、太ってる子の人をちゃかしたりするような話が多かったりとかね、うん、で一方で、なんだろうな、そのアイドル系の VTuber の人がやってるような、はい、あ、同時視聴だと、うん、なんか教えるおじさんがいっぱいあるだけねだその辺ね、うん、すごいコミュニティの細分化っていうのはすごく面白いテーマだなって思いますね、うん、あと結構その水星の魔女って今までのガンダムのそのキャラの配置の仕方をちょっとオマージュしてる感じがあったりとかね、うん、割と多いですよね、結構ちょこちょこと、ね、今回いろんな見方があって面白いってですね、自分は同時視聴しないと思います、そう、うん、あ、自分はそういう同時視聴しないから何とも分からないです、うん、私も同時視聴はあまりしてなくて、ツイッターとかで見終わってからわーっとなんかいろいろ見る派なので、うん、あれですよ、だからもっと言えば別に誰にも流されず自分の意見で見てるとか、うん、ね、これもね今増えてきてる部分ですからね、うん、だからまあ、まだその傾向がツイッターの性質上ゼロではないんですけど、はい、昔だったらね、何か一つはもうつまんない認定とかされると、うん、それはもう絶対つまんないって言わなきゃいけないっていう空気があったけど、僕はそう思わないですねっていうのが割と見受けられるようになってきましたよね、うん、ですね、なんかそれをつまんないって言われるとセンスないみたいな空気になってたのは、うん、そういうのからだいぶ外れてきたかなって、うん、そこはねちょっといいかな、はい、あと水星の魔女はお堅いのねっていうのが一応からあったじゃないですか、はいはいはい、あれがもう面白すぎて、ね、なんか、うん、うん、そうです、そういう感じでなんかちょっとネタにしたりとかね、うん、うん、はい、共通項で水星の魔女があるのはいいんだけど、話してるうちにあれなんか話が変わないと同じものを見てると見方が違う、そういうことですね、そういうことです、うん、だから、うん、ちょっと茶化してみて、別に茶化してみていけないわけじゃないでしょ、はい、ちょっと茶化して見てると真剣に見てる人では話が噛み合わないんですよ、だけど昔だとこれが本当にインターネット黎明期とかで言うと、ネット住人も少ないから茶化して見るものだっていうふうに固定されたら、それ以外の意見が排除されることはすごい多かったわけですよね、コミュニティがそれぞれあるからこそ、もうそれでなんか成立していくというか、僕はなんかそこまで2チャンネルに力があったとは思えないけども、うん、ただやっぱりその2000年代初期の頃の2チャンネルのムーブメントとか見てると、そこで違うことを言うとノリ悪いとか、うん、そういう空気がやっぱあったんだよね、うん、そのなんだろうな、うん、そうだね、うん、まあいたことにコミュニティはもちろんあったけれども、そうですね、
まあ、いい悪いの話全然してないですよ。なんか、うん、ね、そのどういう風に見るかっていうところが面白くなってるなと、うん、その、それこそ多様性の話なんじゃないかな、うんうんうん、深いですね、面白い、はい、さてここで出演者からの告知をさせていただきます、うん、まずは斉藤さんお願いします。なんかあっかだいやめちゃくちゃラジオとかね、まあ、ラジオありますねそう、うん、あ、まあ、じゃあラジオだけ最近告知してますけど、はい、毎週火曜日20時5分から、うん、25分だね20時5分から、うん、NHK ラジオ第一でアニメステラーという番組をやっています、うん、今週はうれしいやつら特集第2弾ということで、うん、新作の方ですね、今の放送中の新作のシリーズ構成の柿原優子さんにお越しいただきまして、いろいろとねお話を伺っております、うん、こちら聞き逃し配信がラジルラジルで来週の火曜日まで、聞くことができるようになっておりますので、いや僕は今のうるせえやつらすごく楽しく見てるんですよ、うん、すごい面白いなと、僕は押し守るファンですけど、昭和のうるせえやつらは昭和のうるせえやつら、うんね、今の令和のうるせえやつらは令和のうるせえやつら、原作、まあ、今の原作に近いから、まあ、どちらかというと原作だけど、原作うるせえやつらは原作うるせえやつらということを楽しく見てますんで、分割4クールかな、ね、かなんかでしょ、うん、確かに4クールやるんですよね。なんで、まだまだね、1クール目も終わってないぐらいですから、いやこっからしばらくうるせえやつら楽しめると思ったら嬉しい限りですからね、うん、まあ、ラジオの方もね、来週はかぐや様かな、うん、かぐや様告らせたいの特集になっておりまして、ちかちゃん役のね、小原好美さんいらっしゃいますんで、うん、よかったらラジオの方も聞いていただければと思っております、個人活動は全くしで頑張ってね、土曜日はね配信するように、ショールームやるようにしてます、先週はもうちょっとブラックビスケッツを見たことなんでね、ポケットビスケッツ、ブラックビスケットの話をして終わりましたけど、今週も土曜日ちょっと配信したいなと思っております、うん、それ以外の個人配信等はですね、できたらやります、はい、他にも言えない番組いっぱいやってるんですけど、はい、言えない、うん、来年に向けて来年の3月以降の話もすげえ出てるんだけど言えないというですねまたじゃあ言えるものが出ましたら随時言えない感じでございます。うん、はい、はい、ぜひチェックしてください、はい、続いて私なるみなのかな告知です。私もツイッターやっております、日々書いてる小説とか作ってる動画とか、うん、そういうのの告知を載せたりとか、まあいろんなことをつぶやいております。斉藤さんちなみに、うん、ちょっと前の話になるんですけど、終わりの日って見ました？見てない見てない、うん、ですね、昨日水曜日のダウンタウンで、うん、ま、お笑い芸人の方が、うん、面白いと思った瞬間は誰が見ても面白い説みたいなのやってたんですよ、はい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 、でまっちゃんがゴイゴイスーのランジャタイと、うん、ダイアン津田さんのゴイゴイスーのその、うん、お笑いの日のやつがすごかったみたいな話をしてたんですけど、私もあれ好きすぎてもう一回どっかで見たいんですよ。でゴイゴイスーっていうギャグあるじゃないですか、ランジャタイの方がそれを使ったネタを5分ぐらいやったんですよ、うん、でなんですけどランジャタイの方は最初にちょっと動くだけで、うん、あとはほとんど津田さんのワンマンショーでゴイゴイスーなんですけども私昨日それで思い出して笑って、うん、ネットで検索したらあれがゴイゴイスミュージカルと言われてると初めて知って、ゴイゴイス、あ、確かにミュージカルだったわって思いながら、すごかったんですよ。私津田さん見て大爆笑あんなにしたの初めてってくらいも面白くっていや、もともとゴイゴイスっていやいいですよ、その勢いあるじゃないですか、はい、だけどそれ単品で笑うものでもなくて、なんか空気が切り替わるみたいな感じじゃないですか、はい、メリハリをつけるみたいな、うん、ゴイゴイスってこんなに面白いんだ、津田さんすげえ、そしてランジャタイさんもすげえっていうのでものすごく感心したんですよ、うん、どっかでもう一回フルジャックを流してほしいんですよ、ね、まあ、探したんですけど公式で出てないんですよ。そういう一般だよね、もう一回見たいですとかね、そうそうそう、まあ、それで言ったら、うん、あれですよ、霜降りのせいやさんは世界150カ国でせいやが放送されてしまいました、ね、ワールドカップ2名行ったんですよね。そうですよ、うん、で普通にインタビューさん、海外のメディアにインタビューされて世界150カ国に、はいせいやが映されてしまったわけですよ、でせいやさんが後で語ったとこによると、インタビュアーの方が何言ってるか分かんなかったから、うん、とりあえずやっといたってことらしいので、うん、なんかね、彼なりのやり方で、ね、はい、自国を応援する日本の俳優とかっていう、ね、俳優ではないっていうね、ねおもろかったね、うん
あの今週は家事ヤロウで和田明日香さんと平野レミさんの過去映像を見て感慨深くなりましたね。レミさんをあしらう明日香さん、よかったですよって見ました。あのですね、平野レミさんがもともと NHK で出るたびに話題になるじゃないですか。和田明日香さんってお嫁さんなんですよね、うん、平野さんのところに嫁いだ、うん、そうってことで、その平野レミさんともエピソード結構あるんですけれども、もう和田明日香さんの扱いが、平野レミさんが何か言ってるんだけど、はいはい次行きますよって感じでもうさらさらっと流していくのが華麗すぎて、いやーすごいな、あそこまでできる人日本に何人いるんだろうってぐらい、うん、レミさん扱いがものすごかったです。ね、あんたでかいわね、映画初発売でどうよ。再現ドラマがあったんです ね。あのちょっとなんだろう、誇張した感じのがあって、うん、でっかいねみたいな感じの何回もずっと言ってましたね。うん、ちょっと似てるのがいいですね。もう笑っちゃいましたね。いやうん、いいんじゃないですか。我々ちょっと ねテレビっ子なんで、はいですね、カジュアルも見てるんで、はい、毎週見てます、はい、続いては番組からの告知をさせていただきます。すでにおなじみキャラペディア公式 LINE スタンプですが、計7種類のスタンプを販売中です。会話の最後に付け加えると一瞬だけ意味深に感じる深そうで深くないメッセージスタンプ、そういうことだよ、鬼のイケメン6兄弟をモチーフに、いいねごめんなど一般的なやり取りに使いやすいスタンプ、鬼いいね&鬼ごめんなどが揃っております。画面の上にありますと大事より LINE ストアへとお入りいただき、ぜひご購入ください。またキャラペディアの公式ツイッターも注目です。こちらはキャラペティックナイトの公式ツイッターも兼ねており、キャラクターコラム、アニメランキング、ニュースなどをお届けしております。画面の上にリンクがございますので、皆様のフォローぜひお待ちしております。そしてキャラペディア公式スマホアプリもおかげさまで好評を博しております。イケメンイラストイケボ満載のフルボイスアプリ夏恋ブラザーズ、アプリのダウンロードは無料となっております。ぜひダウンロードしてお楽しみください。なお夏恋ブラザーズの LINE スタンプも販売中です。こちらもぜひチェックしてくださいね。続いてはあのコーナーに参りましょう。今週の2、こちらは LINE スタンプ2番に関する大喜利コメントがなぜか増えてきてしまったので、出演者それぞれが今週の2という名の MVP を決め、それで終わりにしましょうというコーナーでございます。さあ斉藤さんの今週の2どうしますか。僕は何しようかな、カツヤ値引きあるらしいっすよ、詰めカツカレーということなんですけど、カツヤが僕の割にあんまないんだよな、昔な、あの我が地元仙川にあったんですけど、なくなっちゃって久しいですからね、なぜだ、おめでとうございます。さあ私じゃあこれにしましょうかね。2、斉藤さん一部の小学生男子に大人気ですよこれって言ってますけども、どこの小学生男子だい。少なくとも私が知ってる小学生男子の間では2の話は聞いたことがないんで ね、あのちょっと何県のどの辺かとかね、後でこっそり教えてほしいですね、たまたま見かけましてやってますね、勝谷の割引聞いてきてますね、まあ、全然関係ないんだけどさ、なんか急にふと思い出したんだけど、はい、最近 YouTuber とか VTuber が、あのあれです、日本地図埋めるクイズみたいなサイトがあって、あの要は地図のね、都道府県全部埋めるやつがあってさ、もう結構みんな間違えてるんですよ。いやそれこそさっき梶田くんの話題出てたからさ、梶田くんもなんか YouTube かニコ生なんかでその日本地図書くみたいなやつで全然かその県が書けなくて結構言われてましたけど、僕ね、地理マニアでも若干あるからそんなにめちゃくちゃ詳しいわけじゃないけど、まあ一応僕はあと教育実習行ってれば別に高校地歴も取れるぐらいは勉強したんで、あの高校地歴の教員免許取れるぐらい勉強したんで、僕やってみましたけど、あの47都道府県全部埋められました。おー意外とちょっとしばらく触ってないと、あれどっちだったっけってあります、分かんなくなるところも若干私ある気がするので、分かるところから埋めていくと結構いけます、ね、あーなるほど、はい、確かに特徴的なところとか絶対ここはそうだよねとかありますもんね。僕はまあまあ大体その都道府県の真ん中ぐらいの長野なんですけど、どっちかっていうと東の方が詳しいんで、東はね結構さすって埋められるんですよ。で日本私逆に西ですね。でしょ？で自分が住んでるとこはそっちなんで。そう、そうなってくると意外に鳥取が実は、はい、あのそこまで西ではないことがわかる。うん、そうみんなね
あの山口のあたりをね、はい、間違えて鳥取って書く人がたまにいますから、そこは要注意でございます。島根と鳥取がよくね、まず島根と鳥取を間違える人もいますしね、うん、そこら辺とかね、分かるところから埋めていくとね、意外にできますね。皆さんもよかったら頭の体操にやってみて、はい、九州もね、うん、僕は九州に関してはまず鹿児島、うんうん、福岡長崎は、うん、まあ、すぐ行けるんですよ。橋ですもんね、はい、で宮崎は、うん、スズメの戸締まりのおかげで印象に残ったので、うん、最近佐賀がね割と暑いので、そうなんです、うん、そうなってくると、うん、と大分とかがね、たま、間違える、僕は大分、うん、佐賀が結構ね、迷う時もあるんですけど、うん、もう佐賀がね、そう、長尾さんがおっしゃってるんで、熱い部分もありますんで、できますよ。ですね。コメントでは、私も正直自信ないですよ、日本地図、あと世界地図もみたいな感じの方。世界地図は僕もさすがに無理だな。あと日本地図全県書ける自信あるっていう、うん、埋めるじゃなくて書ける自信があるという方、書けるはすごいね、ね、すごいですね。やってみると面白いね。今その、うん、クイズのサイト盛り上がってますからね。残り大分熊本桃鉄やろ、そう、桃鉄はね結構大事ですね。ネゴシックスが島根県なんてマニアックな情報。大分、佐賀、熊本、自信ないなって。佐賀が分かるとね、熊本と大分結構行きます。ね、熊本はね、ラーメンで覚えられるんですよね、うん、博多ラーメンは熊本ラーメンの影響を受けてるとか考えるといけます。佐賀結構最近ゲームとかアニメとのコラボとかあったりとか、あ、それもある。サガスちゃん知ってます？はい、知ってます。サガスちゃん、ね、すごいなんかセバスちゃん的な、佐賀のっけたサガスちゃんっていう羊っぽいキャラが出てきて、うん、ちょっとあの人気になってます ね。小学生の社会なら桃鉄で十分、うん、確かに、確かにね、確か桃鉄野郎ですげえ、うん、名物とか覚えられますよね、うん、あの一番面白かったのあれですね、はい、VTuber の桜美子さんが、うん、熊形県どこだっけ、熊形県っつって、みんな熊形県どこか分かるって何と何が混じったかな、山形と熊本かなとかね、そんな県、熊形県ってずっと言ってましたね、うん、ちょっとでもありそうな気がしてきますね。じゃあありそうな、そんな自信たっぷり言われると、そう、熊形県どこだっけ、うん、ってずっと言ってましたからね。さあ今週の2もう一個選ぼうかな、うん、あ、私じゃあこれ選びましょうかね。2、久しぶりに視聴しましたが、七日さんのコメントがキレッキレでしたねという、うん、久しぶりに見ていただきありがとうございます、あとただ自分のコメントのどこがキレッキレだったのか記憶にないので、うん、はい、そうですね、あのそう思っていただけたのは良かったのかなと思っております、まあね、久しぶりに見ていただいたことは、うん、今度ありがとうございます。毎週やってますんでね、またぜひ見てください、はい、さあ斉藤さん、まもなく終わりですけれども、はい、本日いかがでしたか？いや楽しかったっす、うん、ですね、はい、まあ、年内もあと残すところ数回になりますが、うんうん、まあ、楽しくねお送りしていこうと思いますので、はい、今年もね、まだ残り数回よろしくお願いします、うん、という感じでございますかね。あ、そうだ、5週目の放送時間決まったんですよね。あ、そうだ、なんだっけ、19時はいから開始って言ってました、はい、29日なんでちょっと時間があれなので、うん、19時からやって、1、2時間やって19時から、あの無料枠だけやって、はい、無料枠だけ、あの有料枠の CBS とかマニアックはなし で、 ないです。19時からも、本編スタートはい、なので形にしようかなっていう話がさっき出てました、はい、29日ですね、29日の19時から、うん、まあ1時間ちょい2時間ぐらいやって、うん、はい、終わる予定でいますんで、うん、我々偉いよ、そういう意味ではね、うん、あの年末も休まずに放送しますからね。なんだったら年始も休まずに放送するみたいな勢いですからね、うん、あの年始1回目はどうするんだか忘れたな、やんないんだっけ、忘れたな。いつもだとあの1年なんか1年なんだっけ、何でしたっけ、キャラペナ的に、あ、そうだ、はい、忘れてた。あれ、毎年一発目ですよね。何撮ったんだろう、全く覚えてねえよ。私も覚えてない、本当の本当に全く覚えてない。あ、クイズ正解は1年後。そう、うん、撮ったよ、去年も撮ったことは覚えてる。撮りましたね、うん、全く覚えてないよ、怖楽しみにしましょう、はい、うん、さあキャラペディア公式動画番組キャラペディックナイト、皆様お楽しみいただけましたでしょうか、うん、次週は21時から有料会員限定のキャラペティックナイト CVS を、21時35分からはキャラペティックナイト本編をお届けいたします。来週の CVS ピックアップ声優は内田優馬さん、うん、そして本編のテーマは最新アニメニューススペシャルピックアップとなっています。また有料会員にご登録いただきますと過去の CVS やマニアックも動画にてお楽しみいただくことが可能です。ぜひ今のうちに会員登録よりタイムシフト予約をお願いいたします、うん、さて来週アニメ界にどんなニュースが走っているのか、そしてどんなランキングが発表されるのか、はい、皆さんどうぞお楽しみに、うん、それではまたお会いしましょう、さようなら。